の宿はね、砺波市になります。ここからね、まだ50キロぐらいね、あるかと思います。ちょっとね、厳しくなってきましたね。もう限界かな。ちょっとね、カッパは来てね、カメラの防水はせずにしばらくは、ちょっとカメラなしで走ろうかなと思っています。あ、それとですね、ナビゲーションがね、壊れました。まあ、これはね、雨が降る前から、白川郷を出てからね、スイッチが入らなくなってしまいました。で、スイッチのところはね、ちょっと陥没しているので、もうスイッチが物理的に壊れてしまったと思います。そしてね、実はね、携帯も今朝10時ぐらいからね、おかしくなって、もうほとんどね、繋がらなくなってしまいました。たまにね、繋がるんですけども、ほとんどね、繋がらないです。ですからちょっとね、ナビゲーションがないということになるんですけれど、まあね、今日はね、道ある程度知ってるとこなんで、多分ね、そんなに、よいしょ、どうにもならないということはないとは思います。よいしょ、とりあえずカッパ行きましょう。はい、雨がね、いそうな空の下はもう抜けました。路面もね、濡れてませんので、もう大丈夫だと思います。ただね、カッパはね、来たままです。カメラだけね、今装着をしました。ナビゲーションとね、携帯がね、もう同時にね、同じ日に壊れてしまうというようなことはね、非常に確率がね、低いと思うんですけれども、結構ね、ちょっと運が悪いかなという感じです。ナビの方は、おそらくね、5万円から6万円ぐらいかかると思います。まあ、中にはね、1万円、2万円ぐらいの安いものもあるんですけれども、やはりね、操作性とか信頼性とか、考えた場合に、まあ、5万円ぐらい出さないといけないかなと思っています。はい、宿に向かう頼みの綱はね、この1枚のね、プリントアウトした紙です。地図をね、プリントアウトしておいてよかったです。これがなかったらね、本当ね、ちょっと大変でしたね。まあ、なんとかこれを頼りにね、宿に、向かいます。あったあった、ここや。しょ、ここですね。はい、到着です。ツーリング2日目の朝です。ナビの方なんですけれども、振るとね、もうカラカラ音がしてます。もうおそらくね、スイッチが基板から外れてしまってるんだと思います。帰ってね、バラしてみて修理して、もしダメだったらもう、諦めます。そしてね、携帯電話の方なんですけれども、どうもね、 au の通信障害のようですね。まあ、ただね、今朝も、繋がったりね、繋がらなかったり、まあ、ほとんどね、繋がらないです。まあ、ですからね、今日もね、多分使い物にならないと思いますので、まあ、道路標識をね、頼りに、進まないといけないということで、それでね、帰路に着こうと思います。はい、では行きましょう。今向かっているのは金沢市です。まず金沢市に入って、そこから国道8号線で、南下します。で、東尋坊のあたりから海岸沿線に出て、それで海岸沿線をひたすら南下して、敦賀をね、目指したいと思います。はい、金沢市内をね、走ってるんですけど、迷子になってますね。もう、ちょっとね、よくわかんないですね。どっち方向に進んでるかっていうのもよくわからなくて、この359号線をね、今走ってるんですけども、これがね、ざっくり福井の方に向かってるのかとか、8号線に向かってるのか、それがね、わかんないですね。金沢市内に入ると、いろいろ細かいね、地名の標識があるんですが、それがね、位置関係が全然、まあ、地元じゃないんで、わからないんですよね。こんなとこでね、迷子になるとはね、持ってなかったです。あ、8号線のね、標識を見つけました。
ここ右ですね。はいはい、いい感じです。はい、8号線に入りました。いや、福井もね、出てますね。うん、しばらくはね、8号線を走っていきます。そしてね、東尋坊の標識が出たら、東尋坊の方にね、向かいます。はい、今ですね、福井市の手前20キロぐらいのところです。うん、雨はね、大丈夫だったんですが、今ね、まあ、右斜め前のあたり、あのあたりね、多分雨降ってそうですね。で、あと左の、なんか黒い、ね、柱みたいなってところも雨がね、降ってると思います。ちょっとね、もう福井ぐらいからね、雨になりそうですね。雨は避けられそうに、ありません。はい、なんとかね、雨雲を避けながら走ってます。先ほどね、一瞬携帯がね、繋がったので、雨雲をね、確認したところ、やっぱりね、福井市上空はね、もう雨がね、降ってる感じでした。で、今ですね、8号線を離れて、海岸沿線に向かって、走ってます。ですから今左手がね、もうね、雨ですね。それをね、避けて、海岸沿線に向かっているところです。もう海岸沿線に出てからはですね、もうそこから出てくるもう雨雲はもう、諦めます。もうそのままね、海岸沿線を南下していくつもりです。トップガンの、2作目ですね、トップガンマーヴェリックのね、ちょっと話をしたいと思うんですが、まあ、ネタバレにならない程度の、ね、話にします。まあ、先日ね、見てきました。まあ、2回ね、実は見ました。1回目は通常の劇場で、2回目がね、IMAX のスクリーンで、見ました。まあ、IMAX の、ね、スクリーンは初めてだったんですけれども、やはり映像がね、まあ、縦方向にね、少し長いのと、あと音がいいですね、やっぱり。うん、音の迫力がね、すごかったです。で、内容についてなんですけれども、まあ、バイク好きで、まあ、川崎等なんでね、バイクのシーンについてはかなりね、注力して、見ました。まあ、前作が忍者 900R で、今回が忍者 H2 ということで、うん、非常にね、良かったです。予告編でもね、出てましたので、まあ、ネタバレにはね、ギリギリならないと思うんですけれども、忍者 H2 以外にマーヴェリックのガレージに、何台かね、バイクが止まってます。まあ、それがね、非常に、気になりますし、なかなかのね、いいバイクがね、止まってました。もう少しね、バイクのシーンカットをね、増やしてもらえばね、よかったんですけれども、まあ、そこがね、うん、ちょっと残念なところでしたけれども、まあ、それでもね、十分全体としてはね、良かったと思ってます。それからバイク以外のシーンではですね、かなりね、前作からの流れがね、うまくつながってまして、しかもそれぞれがね、こう完結しているような流れで、非常にね、よくできてるなというふうに感心しました。原作があって、2作目までのストーリーがね、もともと考えられていたんだったら分かるんですけれども、トム・クルーズが予告編で言ってるんですが、1作目が終わった後ね、2作目はまだね、ストーリーが決まってなかったんだと思います。で、かなりね、時間をかけて2作目のストーリーをね、作り込んだということで、言ってました。細かいね、いろいろなことが綺麗にね、つながってまして、全くね、無理がなかったと思います。そしてそれぞれのね、話が綺麗にね、完結してると、まあ、そういうようなね、印象でした。あとね、前作でのいろんなシーンがね、オマージュされてるところもね、見どころですね。本当にね、たくさん出てきます。この場面は前作の
あのシーンをね、オマージュしてるっていうのがね、割とね分かりやすく出てきます。ただね結構ねたくさん出てきますので、まあ、できればね前作を見てから見に行かれることをね、おすすめします。まあ、よりね、楽しめるんじゃないかと思います。すいません、最後なんですけれども、戦闘機のシーンなんですが、まあ、戦闘機のシーンはね非常にたくさん出てくるんですが、迫力がねものすごいです。でなぜこんなにね迫力があるかと言いますと、まあ、当然一部にはね CG があるんですけれども、かなり多くの部分がね実写で撮られています。そのやっぱりね実写がねやっぱり迫力になっていると思います。まあ、最近は CG の技術がすごく進んで、まあ、実写とね見分けがつかないようなね映像になっていると思ってたんですけれども、やっぱりね実写の迫力はね、すごいです。まあ、そこがね、まあ、この映画のね最大の見どころじゃないかと思います。はい、これ以上はねちょっとネタバレになるところが出てきますので、まあ、これぐらいにしておきたいと思います。まあ、私としてはですね、非常にねおすすめの映画です。まあ、特にね川崎等の方には見に行っていただきたいと思います。はい、では元ブログはここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。